北朝鮮の金正恩第一書記が両親のいない子供たちも未来の担い手だと指示したことを受けて、北朝鮮国内で孤児のための保育施設が急速に整備されています。北朝鮮の首都平壌に昨年10月に建てられた平壌愛育院では、5歳から6歳の100人余りの孤児らが生活をしています。愛育院では子どもたちの遊び部屋にはおもちゃがあふれ、壁はキャラクターの絵で埋め尽くされています。子どもたちがお遊戯をするシーンも公開されました。愛育院の隣にも4歳以下の孤児向けの平壌育児院があり、ここでも100人の孤児が暮らしています。育児院でも子どもたちの遊び部屋にはおもちゃがあふれています。子ども向けに改装された診療室を備えていて、薬局もあり、いつでも病気に対応できる体制が取られています。北朝鮮メディアは2つの施設について子どもたちの宮殿と表現しているそうです。金正恩第一書記は平壌愛育院を建設の段階から何度も訪れ、今年の元日も最初の視察先として訪問したほど高い関心を注いでいるということです。